じゃあいよいよ暗号解読に挑戦したわけですね、えー、複合関数はこういうふうになってたし、えー、暗号関解読関数はこうでしたですから、えー、この三というのを知らずに、えー、できたら複合したいわけですできるんでしょうか一般には難しいですけれども、えー、暗号文 が比較的長い英文をシーザー暗号で暗号したものとそういうふうな前提で考えると十分可能です、えー、ヒントとしては例えば、えー、コナン・ドイルあのシャーロック・ホームズで有名な、えー、コナン・ドイルの、えー、探偵小説の中で踊る人形というのがあるんですけれどもそれを見ていただけるとわかります、えー、まあここで 一回その本を見て、えー、どうやってやればいいかっていうのを考えてみるのもいいかもしれません。は,い、我々はちょょっと先に進みましょう、えー、とじゃあ暗号解読ですけどももう一回言いますと、えー、秘密鍵計さえ分かればつまり何文字シフトしたかが分かればこの、えー、複合関数を使ってそれを計算するサブルーチンを使って複合化できるわけです。 ですから解読のプログラムっていうのはどういうふうな構造をしているかっていうと、このデックっていうサブルーチンは持ってます。で暗号文をもらいます。で前はこの複合のプログラムだと K を知っているのでそのまま使ったんですけども、ここでは K を計算しなきゃいけないわけですね。いくつになるか。でその計算ができたらばこの複合関数を計算するサブルーチンを使って平文が計算できるわけです。 じゃあどうやってこの計算を計を計算するかということですねここについて考えてみましょう例えば、えー、これが暗号文だったとしましょう何書いてあるか分かりませんねこの中で、えー、文字種いろんなアルファベットの文字の、えー、どの文字が、えー、何回出るかその頻度を数えてみましょう、えー、例えばこういう配列を作っておきますこれは頻度配列と えー、呼ぶことにしましょうか H という名前の配列ですけども、えー、ここに、えー、それぞれの文字が何回出てくるかをお数えたいと。で例えば、えー、と A が0それから B が1配列の数字ですけど、えー、と A からの、えー、コードの差ですね、えー、A 文字の小文字なので、えー、と A から順々にコードが並んでますけども、えー、そのコードの差が0から 二十六文字目は二十五ありますから、そのそれぞれのところが、えー、各文字に対応します。この配列のそれぞれのところに、えー、この文の中で何回、えー、各文字が出てきたかを数える。そういうけ計算をしてみましょう。まああの総の字を書くみたいなもんですね。総の総理。あの、えー、A が一回出てきたら棒、えー、を引いて、えー、もう一回出てきたら縦の棒を引いて。 そういう小文字を書くようなことをやるわけですね。それをやるプログラムがこれです。まあ実際には、えー、実習で作りますけども、えー、概要をちょっと説明していきましょう。えー、っとまあまずあのいつもやっているように A のコードは、えー、どっかの変数に覚えておきましょう。それから暗号文を読み読み込みます、えー。暗号文っていう配列の中に、えー、暗号文を読み込みます。例えばこういう 文字列を読み込みます。で、その長さをこのレングっていうえー、レングスという、えー、命令を使って長さを計算して、えー、このあの変数レングの中にしまっておきましょう。そして、アンパックということをして、えー、暗号文を、えー、この配列にコードの中に入れておきましょう。ね、それからこの、えー、頻度この頻度を表す。この配列ですね。 この配列を用意しましまょうこれは、えー、っと文字種が26文字英字小文字が文字種は26文字ありますから長さが26の配列です。で初期値は0にししておきましょうそして1文字ずつ、えー、暗号文をコードにしたやつこの A ですね A という配列の先頭から1文字ずつ見ていってそしてその、えー、コード A からの,あのアルファベットの A からの差 を計算してこの差っていうところに入れときますねでそのところの場所の頻度表の値を更新すればいいわけですこれどうやって更新すればいいかっていうのは、えー、実習で考えていきましょうね例えばこれがうまくできたとしましょうそうすると、えー、数を数えてみると H が一番多く出てくるというのが分かったとします実際この例だと、えー、24回出てきてそれが一番多いです で実は英語では、えー、小文字だけで考えたとしたら一番多く現れれるののはアルファベットの、e、ですす。と言われています、えー、例えばウィキペディアからこれ取ってきた、えー、グラフですけどもあるあの大きなデータを見ると、えー、ここに書いてあるように、えー、っとちょっと小さくて分かりにくいですけども E のところですねこれが最初が a b c d e のー 現れる頻度がすごく大きいっていうのが分かります。ということはこの H が24回現れたということはこの H が実は本当は E に対応してたんじゃないかというふうに想像できるわけです。ね H が24回現れてきたっていうことは実は E がシフトされて H になってたんだろうというふうに思われるわけです。 じゃあ、H のコードの A からの差っていうのは七です。つまり、H というのは A から七番目の場所にあります。一方、もともとの E っていうのは、E っていうのは A から数えると B C D E で四番目ですね。A がゼロだとすると、A のところがゼロだとすると、B は A からの差が一、C は A からの差が二、D は A からの差が三、E は A からの差が四になります。 ということは、えー、本来、えー、4番目のところに一番多く数が出てきたか、えー、出現が一番多かったはずなのが7番目のところで数が一番多く出てきたと。ということはも、えー、ともと、えー、の e 四ずれが A からの置、えー、が 4, 4の E が7のところにずれたんだから3だけずれたと。 つまり、K、ががででであるるとといううことが分かかわけですでしょうかねどこが一番多く現れてきたというのを見てそれに応じてその場所が、えー、元のあるあのコードの中でその場所が、A、のところからどのぐらいの位置にあるかで本来ならば E だとすると、A、のところから4番目のところだったそれが7番目だったので見つづれたんだなというのが分かるわけです。 えですから、えー、その先ほどの K の計算というのはまず暗号文をもらって、えー、その中の文字種の出現頻度を計算します。そして最も出現している文字種と、えー、その,あの場所ですねそれをマックス差と呼ぶことにしましまょうかこの配列の中で一番大きな数を見つけるっていうのを前にやりましたよね。しかももその場所も えー、計算することができましたよね。で、それがマックスの差ですね。今回。で、マックスの差と E の差、これは四ですね。さっき言ったように、えー。これの差から K を求めることができるわけです。えー、まあ実習に実習で実際にやってみましょうね。えー、最後にここまでのまとめをしています、えー。まず関数とはということですけれども、関数は計算の目標。 計算の使用を定めるものです。で、サブルーチン、まあ Ruby では関数と呼ばれてますけども、プログラミング言語におけるサブルーチンというのは、えー、計算法も定めるものというものです。で、サブルーチンでまとめてあげるとプログラムが見やすく整理できます。また、えー、計算を考えるときに重要な道具を、えー、この関数として定義しておいて、それをサブルーチンとして実際にプログラムにすると。 それで後でその関数を使う形でサブルチンを使うとそうするとプログラムがうまく書けるようになりますこれもプログラミングの重要な技法の一つです今回はそれを勉強しましたサブルチンの書き方のまとめですけれどもこのデフと書いてそこからエンドまでのところがサブル,あのサブルチンの定義ですで、サブルチンの名前はこういうふうにデフの隣に書いてありますし そしてサブルーチンに与えるデータを引数として XYZ とかこういう変数名を書きます。それから計算が終わった時にはリターン文、元に戻れという命令文ですね。それで計算を終わらせて元に戻りなさいという命令を書きます。ここに書いてある W、この場合は W という値を関数の値として元に戻りなさいとそういう命令です。 以上でこのセッションを終わります。